6時間の間に 459.5 ミリの雨を観測するなど、記録的な大雨が降った阿蘇市の今町地区。当時の区長、大和健一さんを訪ねました。地区では39棟が床上浸水する被害がありましたが、犠牲者を出すことなく乗り越えることができたといいます。やっぱ隣近所が支えてくれたけ、一人暮らしの人も素手にして逃げられた。本当にじゃあ奇跡的な。って思います。うん、仕事のため午前4時に起きた大和さん。すでに水田には水が溢れていたそうです。で、たまがって家に帰った。来て、俺上からずっと帰ってきたばってん。電気のついちょる家がねえった。防災無線は雨の音で聞こえず、助けを求めるため市役所に電話をかけたもののつながりませんでした。大和さんは妻の豊子さんと手分けして一軒一軒回り避難を呼びかけました。ここの線まで当時は水が来たってことですか？これで私がここに、はい、この線が消えたって分かること、釘ばぶったった。これ県は2018年までに氾濫した黒川のすぐそばに2つの遊水地を造成、東京ドーム2個分の水を貯めることができるようになり、住民の間にも安心が広がっていますが、大和さんはその安心感が危険だと考えています。それが数結構上がってきて、うん、ヘルメットと運動靴を履いたら窓風でも逃げられるじゃね。地震とかもあったし。寝室の枕元にはヘルメットと運動靴を常に置いているほか、簡易トイレ100回分、水や非常食も多めに常備。1メートル50センチの盛り土をした上に建つ新しい家には、浸水の恐れが少ない2階にトイレを作りました。いざという時には平屋に住む一人暮らしの高齢者の避難先としての活用も視野に入れています。やっぱね、一番は隣近所帯ね。やっぱあの いつもが隣近所とこう密でなかったら、その時だけちなるかいちゃう。そんなことはねえちね。やっぱり日頃からのそういうつながりが災害時にとても役立つということですよね。下流の熊本市北区辰田地区、胸ぐらいまで水があったと思う。あ、ここまで、はい。白川が氾濫し、59棟が全壊・半壊の被害を受けた辰田一丁目。川からおよそ150メートル離れた高田さんの家も床上浸水しました。これ多分ね、大河ためになったと思う、俺は。水害の来る前だったけどね。高田さんは水害前に避難場所マップを作成。定期的に行っていた訓練の甲斐あって、積極的に避難した人はスムーズに避難が進んだといいます。で、やっぱり一方で課題も。もう絶対これは危ないぞということでね、まあ、皆さんにも避難を呼びかけましたけども、なかなかね、まあ、大丈夫がほとんど多くてね。危機意識に差があり、いざという時に動くことができない人も。訓練の参加者の顔ぶれも同じになっていたことも要因の一つと見ています。河川道路ができてます。もうこの間出来上がったぐらいで、これも時間がやっぱりかかるもんね。もう10年経ってようやく、ね、道路ができたというような状態でね。国と県は一昨年までに川幅を広げるなどの災害対策事業を完了し、1キロ先まで届くサイレンも設置しましたが、災害が激甚化する中、本当に安全と言えるのか、まだ不安は消えません。今からがやっぱり再生の出発点よね。やっとその、ね、10年経ってやっとそういう水害の形から少し抜けつつあるということと、子ども会、中学校、小中学校ね、老人会、いろんなものの方と話し合って、まあ、避難の方法とかね、お互い共助で、助け合うことを学び、
今からやっていかんといかんなとは思っておりますけどね。防災士の資格を持つ高田さん、たつら地域の実情に即した避難行動計画を構築して防災力向上を図りたいとしています。